皆さんこんにちは。世界に羽ばたくフィジカルコーチ目指して奮闘中のモッチです。今日はですね、フロントラックポジションの確認をしていきたいと思います。クリーンした時にこう鎖骨に当たって肩が痛い、まあ、鎖骨が痛いとかそういう声をね、聞いたので、今日はフロントラックの、ポジションを改めて確認していきたいと思います。ということで皆さんよろしくお願いします。フロントラックは、まあ、大体の簡単な説明だと、こう親指の距離分を測ってバーの下入って上に上がるみたいな感じなんですが、今日はもう少し細かいところをやっていこうと思います。一つ目のやり方としては、まずゾンビスクワットっていうスクワットをします。この時はバーの真下に入ってもらって手を伸ばします。で、肩を上に少し上げるような感じで、この三頭筋という肩の筋肉の上にバーを乗せると、結構喉仏に当たって痛いです。でも上に上げちゃってください。で、ちょっと後ろに下がってスクワットで戻します。そうすると手を使ってなくても一応スクワットできるんですね。バーが体の中心に近いので、ホールドできます。これを利用してフロントスクワット、もしくはフロントラックのポジションに行くと非常に分かりやすいです。なのでここからもう一度下に入ります。そしたら少し一回離れるんですけど、手を巻きつけてさっきの位置に持ってくる。で、逆も持ってくる。で、上に上がると。で、この姿勢になったらスクワットを実際にして戻す。で、何が起きてるかっていうと、肩をこう斜め前に押し出すようなイメージ。僕こうアメリカで習った時はスーパーマンとかよく言われてたんですけど、スーパーマンポーズと肩がちょっと上がりますよ。このような位置でそのまま横に持ってくるか、肩甲骨を外にこう広げるようなイメージでグッで肘を高く保って手首を曲げると、そうするといいポジションのフロントラックになります。普段のねフロントラックがこうなっちゃう方はちょっと直せるんじゃないかなと思います。はい、クリーンの場合はこのポジションがすぐに作れないって問題があるので、肘が自分のバーが自分の胸で肘がちょっと斜め後ろぐらいにあったら、下からもう上に上げきっちゃうと、すぐさっき練習したポジションに行けるので、もう一度言うと胸鎖骨ぐらいまで来たら肘を下から上にすぐ返す。これをやると、もう鎖骨に降ってくるっていう状態がなくなるので、まずは最初のこのゾンビスクワットでポジションの確認。で、そこから自分で実際にこうイメージを作ってもらってバーを持つと。で、最後はクリーンに応用してもらうと、フロントラックでバー、鎖骨が痛いとか、うまく持てないとか、解決するんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ参考にしてください。